モージ人カニンガムは最も有名なアメリカの女性写真家の一人である。オレゴン州ポートランド出身。カニンガムは後にフォトセセッションのメンバーになったアメリカの女性写真家、ガートルード・ケーゼービアの作品に魅せられて写真の道に入った。1901年、シアトルのワシントン大学で写真科学を学んだ後、自身も写真を撮り始めた。 ドイツ留学の後1910年にシアトルに自身のスタジオを開設。彼女は有名人の率直なポートレート写真、花のクローズアップ写真、ヌード写真などのシリーズで知られている。いずれも光と影の強いコントラストからなるモノクローム写真で対象の個性、造形の美しさや中小美を浮き彫りにしている。彼女の女性ヌード写真は 性的興味から離れ、同性の目から見たモデルの個性、肉体の親密さや感能性をあらわにしている。1920年代後半、彼女は今日でも高く評価されている植物のシリーズを開始している。カニンガムは西海岸でストレートフォトグラフィーを標榜したグループ F64 の創設メンバーでもあった。ありがとうございます。